はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はですね、まあ挑むクエストはこちら、チャレンジクエスト、まあ暗夜の闇夜か、闇夜の城、妖艶なる夜会なんですけれども、今パーティー見て分かった通りね、今回はまあちょっといつもと違った試みとしてヌエちゃんを入れております。よっこらせと。はい、まあヌエちゃんをね入れておりますの、まあコメントにあった通りね、こちら、まあ縦列攻撃のディレイ1で断り属性に変化させる技を持っているんですけれども、まあそれをね今回ちょっと試してみたいなと思いまして入れております。はい、まあ前回のやつに、まあ学生マリサアウトのヌエちゃんインって感じかなっていうパーティーです。まあ全部闇です。で、ゆかり様の枠のところにレミリアさんが入って SP を巻いてみたいな感じで回ってもらおうかなと思っております。ではまあちょっとね初運転なんでどうなるかはわからないけど、もう多分ガバガバブーブーばっかやる。それでもいいんだ、初挑戦なら。でっけえ、何こいつ。あ、リリスと、なんだっけ、あら、違う、あう、あるらうね。読みづらいね、やっぱ。別ゲーでもいたけど、すげえ読みづらい。まあ、とりあえず、リリスとアルラウネはいいとして、他のキャラクター、セイガちゃんが、TP1 技威力120全体攻撃。で、エンハンス 40% の攻撃時防御減少 16% か。まあ、リリースはまあいいでしょう。TP2 技とかはね、こちらの攻撃のやつを下げてきたり、まあ、能力減少回復させたり。スイカちゃんが TP1 技威力240単体攻撃。行動後、攻撃 20% 増加。CT ダメージ 80% 防御。アルラウネはサモンコールとか全体攻撃とか。で、クリアランスね。はい、以上。まあとりあえずいつもとね基本的なムーブは変わらず、よっこらせで、これですよね。 CT 増加をヌエちゃんにかける。はい、CT 増加をヌエちゃんにかけて入れ替えで、まあ小悪魔さんに変えてみたいな感じで、速度を上げる、高速下げる、入れ替える、で、神妙丸ちゃんに変える。攻撃上げる。まあ、ついでに CT0 だから一発撃っとこう。で、入れ替える。で、シュガーサテラちゃんで、障壁を張る。速度を上げる。はい、ここまではいつもの動きですよ。で、ここからレミリアさんに変える。まあ、ここはちょっとね、多分、レミリアさん、もうちょいね、いい動き方があると思うんですよね。これだとレミリアさんに一切バフが乗らないんですよね。ヌエちゃんはまあ攻撃でね、ちょっと属性が変わるか見てみましょう。縦列だからセイガさんの方行きますけど、この2人のボスが、ボスとちょっと見よう。おお、変わってる、すげえ、なんか感動で全体攻撃。いやー、なんだろう、すごい感動する。ほえー、感動するわこれ。一人でなんかね、謎の考えにふけってんな。で、これはちょっとレミリアさんにかけとこう。速度はね、大事だ。全員、特にレミリアさんはね、SP 配る役ですし。で、ジュンコちゃん。エンハンス持ち、攻撃、アップ。積んだ状態でね、エンハンスじゃねえ。エンハンス、チャージ、攻撃。で、全体攻撃。で、弱点もつく。18万入ったぞ、今。はい。いやー、なんか見てて爽快だわ。はい。で、ゆうこ様が、なにこれ、珍しい。全体に2回攻撃だけど、威力 20? はへー、珍しい技ですね。TP 技、威力160、縦列攻撃、SP30 減少。で、全体の攻撃と防御を 20% 下げてきて、能力減少 80% で防ぐと。小悪魔ちゃん、TP1 技威力60全体攻撃、攻撃 20% 減少。
で、こちら側の攻撃と速度を 20% 下げてきて、クリアランス 20% みたいな感じで。レイセンちゃん、TP1 技が2つ。威力120の全体攻撃、または威力240の、単体攻撃速度 20% 減少。で、攻撃と防御を上げてくると自強化ですね。サナエちゃん、TP1 技威力160、重列攻撃、自分の攻撃 20% 上昇。で、全体の防御を 20% 上げてきて、能力減少を 80% で防ぐと。防ぐならいいんだよね。よし。大抵ゆうこ様、反転持ってるイメージあるんでね。これは、まあ、ある意味ラッキー。どうしよう、これはな。ランダムで上げるべきか。ランダムで上げても、ね、無駄だからな。速度上げて、早く発動できるようにしておきたいな。よし、とりあえず速度を上げておいて、幼きデーモンロードで、レミアさんはね、普通に火力を出すのもできますからね。優秀だわ。TP も削れる。SP も削る。SP じゃない、CT も削れる。どうしよっか。どう動こう。まあ、貫通攻撃で、やっぱ動きやすくするのがいいかな。はいはい、貫通。つか、普通に火力高。で、断りに変えるのは、サナエさんを含んだ。こんな感じで。で、まあ、ここは全体攻撃。この段階で倒せたらすごい良かった。あ、でも、これ、オキナさんか、レミリアさんのどっちかが動ける。なるほどね。今ので全体攻撃で障壁とかを剥がしちゃうのか。なるほど。厄介だな。ほい。よし、レイセンちゃんを倒した。小町ちゃん入ってきましたね。見てみましょう。まあ、能力減少回復はいいでしょう。はい、見てみましょう。小町ちゃん、TP1 技威力200。単体攻撃、与えたダメージの 100% の HP を吸収。で、こちら側の攻撃と速度を 20% 下げてきて、CT ブースト 40%。まあ、ね。だいたいそんな感じか。本家のやつも確か CT ブースト持ってましたもんね。バフカットはこんな感じで打てばいいかな。ゆうこ様が死ねばよかった。タイはない。とりあえずね。ドンと。オッケーだけど、ちょっとな。そしてここで火力の鬼、ゆうぎさん。TP1 技、威力240、単体攻撃能力上昇 50% 緩和。マジで。攻撃 40% 増加の CT ダメージ 80% 防御。なるほどね。これはあんまり食らいたくねえぞ。まあ全体攻撃でサナエさんを倒しておこう。で、ジュンコちゃん。毎回入ったたんびにこうするっていうのね。ジュンコちゃん。TP2 技が2つ、威力200の全体攻撃。で、もう1つが威力360、単体攻撃。全技にね、属性相性のダメージ半減しないというものがついております。で、チャージ 80%。こちらもこちらで火力の鬼だよな。あんまり動かしたくないのもそうですし、一応、小悪魔ちゃんの TP 削りでやっておこうか。はい、TP 削ったらデーモンロード。ここは全体の攻撃して CT をカットしていく。で、ヌエちゃんは、はい、重列攻撃で後ろ2人を変える。OK。で、全体攻撃。OKOK。で、ここでね、属性エンハンス。攻撃上昇は、ジュンコちゃん、でも一応135になってるから、いけるか。で、速度は、またジュンコちゃんちょっと下げられてんだな。やっぱ能力上昇緩和とかちょこちょこ食らうから下がっちゃうんだな。アナキーワレッドヘルで CT カット。遊戯さんが微妙に怪しかったけど、まあ、OK。動けない。で、ジュンコちゃん、よろしくお願いいたします。全体攻撃。小町ちゃんだけ耐える。まあ、これぐらいはね、単体攻撃で、さようならバイバイと。OK です。いやーまあ、いい感じにはまってはくれたんじゃないかなって思いましたけれども、まあちょっと、最後にね、SP が切れちゃったんで、まあ、レミリアさんをもうちょいうまく運用するか、まあ、あれですよね、もうちょいね、SP 回復とか、SP 増加とか、そういう系のものをつけておくかっていう感じですね。まあ、まだあるんだよな、後ろに。最後の晩餐。強そう。レベルは75か。とりあえず、どうしよっか。1から4いけるかな?これぐらいなら。じゃあ、地属性パーティー。
地属性パーティー編成してうやっさっと、はい、まあとりあえずこちらの1から4を言って、まあ今日はね終わりといたしましょう。はい、まあいつも通りの雑談パートではございますけれどもね、まあ最近体調をね崩していたの本当にすいませんでした。風邪をひいてね、まあお知らせ動画を見てくださった方ならわかりますけれども、喉が死んでおりました。まあ今までもね風邪をひいてた時は何度も何度もあったんですけれども、まあ喉が潰れなければっていう理由でね結構実況は撮っていたんですよ。ですけどもね喉が潰れたんで今回はできませんでした。大変申し訳なかったです。まあこんな感じでねちょっと長期的に無理になる場合は動画をね出していこうかと思います。長期的じゃなく無理になりそうな場合はまあ再三申し上げてもございますけれども、まああれですね、一番最新のどの動画しかはまあ問わないにしろ一番最新のところにある動画のところに何月何日のこの動画は何々のためお休みとなりますみたいな感じとなっております。まあもしかしたらねこういう異相欠の動画のところにも別の動画のお休みコメントがつく場合がございますので、まあそこのところはねあしからずという感じでお願いいたします。まあそういう風な感じで回っております。はい、まあそんな感じですかね。はい、まあ一応風邪もね全開しましたので、まあ前回の動画ぐらいまでは多分鼻声だった、今回は多分平気って感じでね、普通になってますよね。普通ですよねこの声。自分では完全回復してるつもりでも外から聞くとねなんか違ってたりすることもありますから、まあとりあえずこんな感じでね、復活いたしましたのでこれからも頑張ります。よろしくお願いいたします。それとですねちょこちょこコメントの方に来ることになったのですけれども、こんな僕でもねおすすめのキャラクターをっていう方が言ってくださる方がいます。嬉しいですけれども僕はねそこまで知識はないので、バンバンこれからも皆さんにおすすめのキャラを頼っていきます。よろしくお願いいたしますって感じですね。何の話だ。とりあえずまとめると、完全復活これからもよろしくお願いいたします。この2行っすね。はい。まあ、そんなこんなで、だいたい終わるでしょう、これぐらいで。ああ、強い。ちょっと待って。トレントか。ダークトレントが強いんだ。燃やせ。はい、まあ、話す内容もなくなったんで、急に動画に戻りますけれどもね。動画のやつも、ちょこちょこと進んではいますけれども、やっぱりね、進むペースも、遅くはなってはいますよね。敵が強くなってはいますし。昔のように強敵二つ攻略なんてね、まあ、夢のまた夢っていう感じになってますよね。あれまた止まってる？お願いだから止まるのやめてくれないかな。怖いんだけど。うわ、ビビる。はい、そろそろ僕のね、録画している携帯も限界を迎えているようですね。もうやめてくれって言ってる状態で録画してるんですかね。残り一応余裕は2ギガあるんですけどね。はい、とりあえずクリアで冥府の塔が解放。まさかじゃあここなし？なしだー。マジか。まあいいや、とりあえずこんな感じでね。はい、次こちらやっていきます。最後の晩餐絶対難しいと思う。敵が4体ウェーブ1、心してかかりたいと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。